村上元蔵は、日本の小説家。朝鮮半島の関温度元山生まれ。青山学院中東部卒。1934年、サンデー毎日検証小説で、戦外家作となった、トネの川切りでデビュー。浅草の剣劇俳優、梅沢登の脚本を書いているうち、梅沢の紹介で、小説家、劇作家の長谷川真を知り、支持する。 1941年には、長谷川主催の雑誌、大衆文芸に掲載された、カズサフード記で、直木賞受賞。戦後に、朝日新聞遊館に投じたブーであった、剣豪小説、佐々木小次郎を1年ほど掲載。大衆文学復興の旗手となる。北方もの、人物評伝者、電気もの、海洋冒険もの、芸道もの、また旅もの、お家騒動のと、 多彩な作品を執筆した。代表作に、次郎長三国史、松平長七郎旅日記などがある。1951年には、福岡県北九州市小倉北区の田向山公園内に、佐々木小次郎の完結を記念して村上が寄贈した小次郎碑が建てられた。1954年下半期から1989年下半期まで、 30年以上の長きにわたり、直木賞の選考委員を務めた。1966年度、NHK 大河ドラマとして放映された、源義経では、原作提供だけでなく自ら脚本も担当している。2006年4月3日、心不全のため、東京都世田谷区の病院で死去。96歳を打長女のの子は、映画監督、古畑康夫と結婚した。 佐々木小次郎完結記念の小次郎日、ありがとうございます。